ども、まあ、今世論がですねかなりの半数以上の方たちが今の安倍元首相の国葬に反対をしているというような状況になってます。でこの前の毎日新聞の一面では岸田内閣の支持率が 29%、 本当にこれ内閣打倒の危険水域なんですね。もう本当に必死になってですね今なんとか国葬にやりきって、そしてやりきった後はもうみんな忘れてしまってほしいと、もうみんなもう終わったことなんだからいいじゃないかっていうようなですね世論を作り出そうというふうに多分今の自民党政権は思っていると思いますけれども、まあ、今ですね今のところ分かっている時点で国葬にかかるお金っていうのが 16.6 億なんです。これも本当は国葬が終わった後に公表しますって言ってるんですね。ありえないんですよ。普通お金はいくらかかりますよ、皆さんの税金いくらかかりますよ、だからこういうことありますよってことを言うものがもう全部終わった後にいくらかっていうのを発表するから黙ってろっていうようなことですよね。ふざけんなと思います。これも世論がなんで最初にいくらかかるよっていうね、私たちの税金を使ってるんだからなんでこう説明しないで終わった後にいくらかかったかを教えますなんてふざけたこと言ってんだと、そういう世論がたくさん増えたからやっと、大体このぐらい今かかりますと言ってるんです。でもこれは今現在でかかると言ってるだけなので絶対増えます。オリンピックだってそうだったじゃないですか。このぐらいのお金でやります、コンパクトにやります、スマートにやりますと言っといて実際はもうすっごいお金結構かかってしまったと。それで今になってちょうど1年後の今になって続々とオリンピックに関わった人たちが逮捕されていってる時代になってるわけですね。だからきっと今回のこれだけ強硬的にやる聞く耳を持つと言ってる岸田さん全然聞く耳持ってないわけです。終わった後実はもっとお金こんだけかかりましたっていうことになるんじゃないんですかと、それもみんながこのオリンピックのことでもやはり学んでいたと思います。今日は、まあ、そういったことをですね世論をだけではなくみんなの意見を聞きましょうということで仕入れ投票を行おうと思います。ですね、大きいボードが1枚とそしてこのコンパクトな小さいボードが1枚あります。シールもありますので、チラシを巻きながらこのシール投票をですね皆さんと一緒にやりたいと思います。今日は参加されてくださってる皆さんの中でもぜひ積極的にこのシール投票に、参加していただきたいと思いますので、今日は参加型の街頭宣伝です。ぜひ協力していただきたいと思います。よろしくお願いします。それではですねまずは歌、もうちょっとですか、わかりました。それまた準備がバタバタしていてですね、このシール投票に今日参加してくださる方はぜひですねこのシールがありますので私の方に声をかけてください。でまた妨害などあると思うんですけれども、それに毅然と対応していきたいと思いますので私たちスタッフに声をかけてください。よろしくお願いします。で来週に迫りました安倍元首相の国葬、皆さんどうですか。莫大な税金がかかるわけですね。これ私たちなんかいいよとかなんかそうしようとか全然言ってないうちに7月22日にあっという間に閣議決定で決められてしまったんですけれども、本当にいいのだろうかというふうに私思っています。皆さんどうでしょうか。できないですね、まあ、中曽根さんだって、まあ、国葬にされなかったわけです。自民党合同葬だったんですね。にもかかわらずどうして安倍首相だけがこんなことになるのかと思うんですよ。それも亡くなった後にいろんな疑惑が出てきましたね。彼はもともと森掛桜もいろんな疑惑があるそうですけれども、まあ、それが大ほどと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいとんでもない疑惑が出てきました。これがカルト集団旧統一教会とのつながりです。これも自民党がですね私たちはですね自分の党内のことを調べたって言っていて、まあ、これだけの方が統一教会と付き合っていたっていうふうにですねデータ出しましたけれども、あれも、まあ、ほとんど正確ではない。後からポロポロ実はつながりがありました、実はお金渡してました、実はパーケン買ってましたってことが出てくるわけです。それもそのはずなんですね。茂木さんがですね自民党の
内部調査をですねしたんですねって記者が聞いたら、調査じゃないですと、でアンケートですかと、アンケートでもないと、じゃあ何なんですかと言ったら、点検だって言ったわけですよ。こんなふざけた回答ありますか。胸張って、あ、自民党は自己点検しましたと、もともと自民党はもう旧統一教会とのつながりがないってことを前提に、前提として点検しましたと言ってるんですよ。まあ、こんなデータですね、信じられるはずないんですよ。もっともっと統一教会との癒着があったはずなんです。こういった被害者たちに、被害者たちがいる中で、自民党の皆さん、これからどういう責任を取るんだろうというふうに私は思います。どうでしょうか。例えば宗教やそういったカルトを信じてですね、たくさんお金を、壺とか印鑑とかそういったものにお金をかけて家庭が破綻してしまった、そういう被害者たちがいっぱいいるんです。どうしてそういったことが水面下に出てこないんだろう、なんであらわにならなかったんだろうか。これはもう長年戦後最長の首相を務めた安倍元首相がですね、やっぱりこういった霊感商法とかいう詐欺まがいの、カルト集団にお墨付きを与えていたんです。これはもう私は本当にちゃんとみんなで怒って、しかるべき対応をしていかないといけないと思います。こういうカルトの反共的な思想集団がですね、私たちの生活にものすごく悪影響を与えたってことも今回のことでよく分かったんです。これこのまま許していいのかと、日本は右傾化してる右傾化してるって言われていたけれども、右傾化じゃなくてカルト化してたわけです。カルト教義がかかった政治を私たちいつまで続けなければならないんでしょうか。まあ、こういう疑惑もある人たちを、まあ、なかったことにするようなですね、国葬は絶対に私はしてはいけないと思いますし、今からでも中止すべきだというふうに思っています。今日はですね、これからいろんなスピーチや歌を交えながら、このシール投票をしていこうと思いますので、ぜひ皆さんもシール投票にご協力をよろしくお願いいたします。それではじゃあ歌をお願いいたします。渡った方がいいです。どうですか、この世界中で聞こえてるかな。はい、ご通行中の皆さん、新宿駅西口ご通行中の皆さん、こんにちは。今ここで安倍元首相の国葬反対のデモを行ってます。他に訴えることっていうのは、憲法改正反対、憲法改正反対、そして辺野古新基地建設反対も訴えております。で、安倍元首相の国葬賛成反対のシール投票もこれからもう出してます、行いますのでよろしくお願いいたします。私は杉並区在住の一ミュージシャンですけど、鳥居で参加しております。反戦平和の歌を歌っていきたいと思います。まずはザ・ブルーハウスの青空っていう歌を歌っていきたいと思います。ギターの音どうでしょうか。小さい、OK です。はい、本当に安倍元首相の、国葬、本当におかしいと思いますよ。何がおかしいかって、そのね、決定の手続きね、内閣がもう閣議決定のみで、国会の承認もなく、そしてその裏付けから法律もないんですよ。それで閣議決定だけで決めてしまって、本当にこういうのなんて言うんですかね。もう一言言うと独裁ということができると思います。で、多くの反対の声が広がってますよ。もうね、賛成反対がこうなんていうか拮抗してるっていうんじゃなくて、もう反対がもうね、ダブルスコア以上で6割以上が反対、3割以下が賛成という、もう圧倒的な国民の声も聞かず、このまま国葬やっちゃっていいんでしょうかね。反対の声上げましょう。はい、よろしくお願いします。歌いきます。青空です。ブラウン管の向こう側、かっこつけた悲鳴たいなインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒して、
様に賄賂を送り天国へのパスポートを願うなんて本気なのか誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ隠しているその手を見せているのよ生まれたところが皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう運転手さんそのバスに僕も乗っててくれないか行き先ならどこでもいいこんなはずじゃなかっただろう歴史が僕を問い詰めるまぶしくほど青い空の真下で生まれたところが皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう運転手さんそのバスに僕も乗っててくれないか行き先なんだどこでもいいこんなはずじゃなかっただろう歴史が僕を問い詰めるどんどん行っちゃっていいよ。はい。レパートリーいっぱいあるんだから。はい、安倍元首相は本当に嘘を国会でもう嘘を重ねてきましたよね。森友家計問題の時は118回も嘘ついたそうですよ。でその嘘の一つとして沖縄の辺野古基地建設の問題があります。辺野古基地建設することによって沖縄県民の負担を軽減するって全然全くね何を言ってんだって感じですね。沖縄県民の負担を軽減するんだったら直ちに普天間基地はもう撤退排除ねなくして、そしてあと大事な問題日米地位協定の問題ねこれの改定をねやらなきゃまずはそこからですよと思いますよ。でこの間先日は、沖縄県の知事選挙ありましたよね。で玉城デニー候補が2期目圧倒的に勝利しました。これというのも辺野古基地建設反対のようなその世論を受けてですよ。もうね、何度も沖縄県民の方々は辺野古基地建設反対これ以上米軍の基地を作ってくれるなっていうもうなんか世論沖縄県民の声を何度も何度も発しています。もう選挙のたびに県民投票のたびにですねもう何度も県民の方々はもう世論をはっきりと
県民の意思をはっきり示してますよね。次は私たち本土にする我々の番ですよ、本当にと思いますよ。では、あの、沖縄にちなんだ曲1曲やってみたいと思います。イラ酔いつきの浜です。イラ酔いまぬ山と泳ぐ
長崎。西口前ご通行中の皆様こんにちは。なんか雨が降りそうでちょっと天気がいまいちですけれども、私たちここで1時間程度国葬に関するシールアンケートを行っています。よろしければもう3秒ぐらいでできちゃいますので、ぜひご参加ください。そして賛成にしても反対にしても、私たちにどういう理由で賛成しているのか反対してるのかお聞かせいただけたら嬉しいです。やっぱり皆さんいろいろ思ってることあると思うんですよね。ニュース見ててもちょっと言いたいとか、それからモヤモヤするとか、そういう気持ち抱えて自分の内の中に溜めたままでは誰にも伝わらないので、なかなかそういうことね、お友達でも言いにくいとか職場だと言いにくいとか、私もそうですけれどもありますよね。ですので、せっかくの機会ですから、私たちに今政治に対して思っていることぜひお聞かせください。私個人としてはこの国葬おかしいなってすごく思ってるんですよ。やっぱりなんか国葬って一人の人を神様のように崇めたてまつる、そういう価値観じゃないですか。なんか戦前は国葬法っていうのがあったらしいんですけれども、日本が平和憲法を持ってみんな平等っていう風になってからは、この国葬法っていうのは廃止されたんです。やっぱりみんな命の重さは同じじゃないですか。平等ですよね。私たちどこの家に生まれようが、男性に生まれようが女性に生まれようが、何人に生まれようが、お金持ちの家に生まれようが貧しい家に生まれようが、等しい権利を保障してくれているのが日本国憲法なんですよね。そういう時代にもう2022年にもなっているにもかかわらず、この人の上に人を作るっていうかね、この人を偉いって勝手に決めちゃって、それでその人のためにみんなの税金を使って国葬をやるっていうのは、私はこの民主主義の現代の価値観に全然そぐわない時代錯誤な制度だな、制度がないんですよ、しかもね、時代錯誤だなと思ってます。国葬って、で法的根拠がないんですよ。国葬法っていうのはもう戦争前にあった法律で、これはもう廃止されてます。今の日本に国葬法はないし法的根拠もない。で、立憲野党と呼ばれている立憲民主党、社会民主党、日本共産党、令和新選組が国会を開いて、ちゃんとこの国葬について議論しようというふうに言ったんです。これは憲法に定められているもので、国会議員の4分の1の人たちが国会開けっていうふうに言えば、開かなくちゃいけないことになってるんですよね。で、日本国憲法っていうのは私たちが今守っている法律の上にある権力者を縛る掟、これが日本国憲法なんですよ。私たちを縛る掟は法律、権力者を縛る掟は日本国憲法。日本国憲法は法律の上にある、まあ、一番偉いんですよね、言ってしまえば。その日本国憲法に定められてるんですよ。国会議員の4分の1が国会開けと言ったら国会開かなきゃいけないことになってるんです。にもかかわらず岸田さんはそれをスルーし続けてるんですよね。先延ばし先延ばし先送り先送り、そしてみんなが一番その国会の議論で
例えば国葬をやるにしてもちゃんと法律作った方がいいんじゃないかとか、それからお金がかかることですからね、莫大な私たちの税金を使うわけですから、その予算をちゃんと立ててこれぐらいの金額でやりますと前もって議論して決めてからやるべきなんじゃないかというふうに、立憲民主党や日本共産党や社会民主党や令和新選組の人たちが言ってるにもかかわらず、岸田さんたちはそれを無視してるんですね。で、最初はいくらかかるのかっていうのも言わなかったんですよね。で、さすがに SNS だったり立憲野党の人たちがそれはおかしい、ぼったくりじゃないか、ぼったくりバーじゃないかと言われて、さすがにぼったくりバーみたいなねことはやったらみんなの反発を食らっちゃうなと思って、しぶしぶこれぐらいかかりますって出してきましたけれども、それも最初に言ってた金額よりも大幅にアップしてるし、警備費はまた別だっていうから、これいくらかかるか分かったもんじゃないでしょうね。私この間やっぱり街でシール投票やったんですよ。そしたら自民党の支持者の人がこういうふうに言ってました。私は別に安倍さんそんなに嫌いじゃないけれど、でも私たちの税金は困ってる人たちに使ってほしいっていうふうにその方はおっしゃっていました。今自民党支持者の中にも保守派と言われる人たちの中にもそういう声が広がってるから、世論調査で6割7割の人が国葬反対になってるんだなって思いますね。皆さんはどうでしょうか。反対している人の分の税金も使って、一部の国会議員が国会も開かず閣議決定だけで国葬をすることをささっと決めてしまった、ちゃんと議論もしないで決めてしまった、ここをはっきりさせとかなきゃいけない、法的な根拠、お金のこと、どういうやり方するのか、なんで安倍さんはやるけれど、もっと長期長権で長らく首相の座にいた人はやらなかったのか、そういう過去との整合性だったり、どういう人だったら国葬に値するのかとか、いろんな議論が私やるべきだったと思うんですよ、国会の中で。でもその辺を多分野党に突っ込まれるのが嫌だから、岸田さんが国会を開こうとしなかったっていうね、もう20にも30にも憲法違反っていうことをやってるわけなんですよ。で、私がその他にすごい不安に思ってることが、子どもたちに弔意を強制するんじゃないかっていうことなんですね。これ様々な皆さんのお住まいの地域どうなってますでしょうか。私が住んでるところでは市民団体が素早く区長と教育長に、それから区議会議員にも意見書を出して、学校で子どもたちに弔意の強制をしないでくださいという申し入れをしたんですね。そういうところ何箇所もあります、全国で。で、一応私が住んでいるところは強制しないというような報道がありましたけれども、やっぱりやるところもあるんですよ。もうね、時代錯誤もいいところですよ。戦前のあれですよ、日の丸を掲げようですよ、そして黙祷せよですよ。いや、もうゾッとしますよね、今の時代に。私の子供なんかもそうですし、子供たちにも私話聞いたことあるんですけど、やっぱり自分を戦争に連れて行けるようなそういう法律を作ってしまった、それから憲法9条を変えて緊急事態条項を創設して日本が戦争できるような国にするような、そういうことをやってきた安倍晋三さんに対して怒りを覚えている子どもたちって意外とたくさんいるんですよ。俺たちを戦場に連れて行くのかと、そういう怒りを持った子どもたちたくさんいるんです。その子たちに安倍晋三さんの国葬で弔意を強制するんですかって、こんなひどいことないと思います。みんな心で何を思うかは自由です。そりゃ一部のね、お金持ちとか、それから株で儲かった人なんかはもしかしたら安倍さん大好きかもしれない、弔意を表明したいかもしれない、
じゃあそういう人たちでカンパし合ってやればいいじゃないですか。止めませんよそれは。ねえ、親しい人たちだけ、安倍さん大好きな人たちだけ、自民党の人たちだけでやればいいじゃないですか。そうだ。ねえ、それなのにあえて国葬にするっていうことは本当にこれ全然違うと思います。安倍さんのお葬式はもう終わってるんです。そうだ。そこで弔意を示した方もいらっしゃいます。四十九日も終わってる。それ以上に何をやるんですかっていうことです。私がやってほしいのは国葬よりも統一教会と政治の癒着、これの真相究明をもう速やかにやってもらいたいんですよ。正直言って皆さんどうですか。そっちが先。そっちが先ですよね。国葬やってる場合じゃない。統一教会とどれだけズブズブだったかはっきりさせてほしい。本当これね、私だけじゃないと思いますね。今いろんな人がうなずきながら歩いていかれましたけれども、もう私たちの声が届く政治にするためにはカルトや大企業や一部のお金持ちの言うことしか聞かない政治じゃダメなんですよ。そう思いません？そっちの方ばっかり向いてるんですよ、自民党の人たちは。カルトの言うことを聞く、ね、大企業の言うことを聞く、お金持ちの言うことを聞く、私たち庶民の声は全く聞いてないじゃないですか。私の家族は病院に勤めてます。もう3年近くも経つのに全くコロナ対応できてないって言ってました。病院は第7波でパンクしたって言ってました。誰一人としてこれ以上入院患者を受け入れられるような状況じゃないっていうふうに言ってましたね。もう帰ってくるのだって12時過ぎですよ。もうそうやって医療現場はクタクタになってます。何の対策も取らずに3年近くずるずると自民党政権はコロナ対策もやらずにやってきたわけなんです。それでどれだけの命が失われてきたか、どれだけのお店が潰されてきたか、どれだけの人たちが路頭に迷ったか。これは全国でフードバンクやフードパントリーに何百人もの人が並んだり、子ども食堂が全国各地にできることからも日本の貧困がはっきり私してるんじゃないかなって、もう目をそらすことができないぐらいに日本は貧しくなってる。25年間お給料は上がってません。私たちのそっちをやってもらわないと困るんですよ。消費税上げる、物価高対策ね、しない、国葬だけはやる、そこに税金を無駄に使う、そんなお金があったら困ってる人に配ってほしい、貧しい子どもたちを助けてほしい。私は本当に心からそう思ってます。皆さんはいかがでしょうか。今チラシをお配りしています。そして国葬に関するシール投票も行っています。諦めてる人も多いかもしれません。どうせ27日やられちゃうでしょうか。そんな声を上げたって無駄だよっていう人もいるかもしれません。でも私はこれだけの人が反対していたんだっていう、そういう印を歴史に刻むことがすごく大事なことだと思っています。日本全体が安倍さんの国葬に賛成したわけじゃないんだねって海外から見られたいと思いません？皆さん一緒にされたいと思いません？されたくないと思いません？自分は反対してたのに、あたかもみんなが安倍さんを悼んでいるような、そういう風に見られたくない。私は特に海外の人たちから。ですので今度国葬と同じ27日には国会正門外で大きな抗議行動が行われます。私もそこに参加して自分の反対の意を表明していきたいと思っています。皆さんデモとかね行ったことない人もたくさんいると思いますけれども、何にも怖いことありませんので、ただそこに立っているだけで同じ思いの人たちがたくさんいて、すごくこうなんて言うんでしょうね、ほっとできる空間でもあります、共有できます。ですので
ぜひ皆さんもチラシをお受け取りになって9月27日同じ国葬と同じ2時に国会正門前に集まっていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。私ばっかり喋って次は歌を歌ってもらおうと思いますので、少々お待ちください。準備しておりますので、今シール投票やってます。でチラシお配りしています。それからこの安倍さんがやり続けてきた日本が戦争できる国にするための憲法を変えるというこのことに反対する署名も行っています。どうか皆さん今選挙権持っている人、大人の人、この社会を形作っている社会の一員としてどうか責任を果たしてほしい。選挙に行くことはもちろんのこと、それ以外何かの機会でご自分の思っていることを表現してほしいと思います。チラシを受け取るだけでもいいです。シール投票に参加するだけでもいいです。ぜひ皆さんご自分の意見を表明してみてください。よろしくお願いします。ご通行中の皆さん、今安倍元首相の国葬反対の訴えでもちょっとシール投票を行ってます。ぜひぜひシール貼ってやってください。一瞬で終わります。皆さんのご意見をぜひぜひここで表明してください。お願いします。で私も安倍元首相の国葬大反対、大大反対です。というのはですね、安倍元首相の下で安倍政権は数々の憲法違反の法律を作ってきましたよね。特定秘密保護、共謀罪とかで、中でも安保関連法、ね、この国を戦争するための戦争する国づくりを進めてきたその張本人が安倍元首相だと思いますよ。こんな人をですね、国葬するってありえないと思います。どうでしょうか皆さん。はい、でこの国は世界で唯一の核被爆国です。その日本にですね、核を持ち込もうと核シェーリングってことを政権言ってましたよね。とんでもないことです。安倍元首相は、はい、では1曲歌います。一本の鉛筆という曲です。I'm not afraid to die.
春を送りたい、あなたに世界を送りたい。世界のさらがみが私は新宿西口を交通の皆様、こんにちは。今日はですね、こちらで安倍元首相の国葬反対という、ね、凱旋活動を行っております。皆さんね、国葬についてどう思われるか、私ね、皆さんにぜひ、ね、自分に問いただしていただきたいと思うんですけども、初めのうちはね、国葬賛成反対拮抗してましたよね。だけど最近になっても反対はもう7割近く、賛成はもう2割ちょこちょこ。なぜかというと、皆さんがね、大体その国葬の正体、安倍さんの正体、自民党の正体、こういったものに気が付いてきたからだと思うんですけども、やっぱね、報道がきちんとされれば皆さん情報判断できるんですよ。今まで安倍さんが総理をした時はね、忖度で皆さんなかなか本当の、ね、情報を知り得ることがなくて、安倍さんの支持率高かったり自民党の支持率高かった。ところが今はね、岸田さんだって、まあ、1年弱岸田さん今までほとんど何でもしないで支持率を維持してました。ところがいきなりやったのが国葬です。しかも自分は迷ってたけど麻生さんに行くじゃねえんだよってねじ込まれて決めちゃったと。でそんな国葬ですから当然ね、やる正当性なんていうのはまるっきりないわけですよ。だから憲法違反、法律違反、法律にない、だから国葬じゃなくて国葬儀っていう言い方してね、無理やりやろうとしてるんですよ。だから皆さんもね、これおかしいんじゃないのっていうふうになります。でなぜ私個人的に言わせてもらえれば、まずその国葬で、ね、安倍さんを国葬にするっていうね、その判断なんでと。岸田さんはね、最長のね、9年間総理を務めてこられたって言いますけど、もともと自民党はね、2期6年っていうのが総裁の任期だったの。自分がね、3期9年やりたいっていうのに法律まで変えちゃってるんですよ。これ中国やロシアと変わらないですよね。自分の任期勝手に変えちゃうっていうのはどこが民主主義だと。とにかく今回のね、総理に関しても閣議決定で国会審議を経てないんですよ。よく、まあ、安倍さんも菅さんも岸田さんもよく言うね、丁寧な説明って言いますけど、説明だけなら反論されないんです。言いたいことを言ってね、もう自分で説明したからいいでしょっていう話になっちゃいますけど、私たちが求めているのは丁寧な説明じゃなくて丁寧な審議を求めているんです。
あの中半もね、安倍さんが亡くなられた時に断固として民主主義を守るって言ってるんだから、国会、野党はね、ずっともう安倍さんの時も菅さんの時も臨時国会要求してるんですけど、一回もね、それに応じてません、自民党は。やったらまずいからです。復興連動困るからです。今は特に統一教会問題もありますからね。まあ、どうかいずれにしても10月になればね、始まりますから、相当復興するのは目に見えてますけど、まあ、とりあえず国葬をやっちゃえばね、二階さん言ってる。日本人ならやってよかったとなるはずって言ってますけど、去年同じようなこと言ってて、オリンピックやってましたよね。オリンピックやって、まあ、あれも世界で、ね、史上最一番低コストのね、オリンピックやるって言いますけど、結局、数千億で予算だったのが、終わってみれば3兆円。で、今だっていろんなね、増収が医薬、ボロボロ出てきて、まあ、元々安倍さんがね、アンダーコントロールの大阪から始まったオリンピック。こんなのにね、全部ジャブ税金追加まってるわけですよ。で、多分国葬もね、今一応16億、約16億って言いますけど、終わってみればそんなもんでは済まないというの。イギリスのエリザベス女王の国葬でも13億なんですよ。安倍さんの16億、どっからでしたか。来るね、外人のお稲荷さんもね、全然格が違うでしょ、エリザベス女王と安倍さんじゃ。そんなところで16億かけて、何をしたいのか。でこれもし国葬やれば、私一番嫌なのは、今後の教科書におそらく載ると思うんですよね、安倍さんの国葬のことは。で、国葬をやった安倍さんがどういう政治家だったっていうことを当然教科書に出すわけですよ。で、なんて書くんですか。私、もう一つ聞きますけど、見たくもないし、そんなもん言われたくもない、子供に教えたくもない。ダメだ。そんなね、もう矛盾だらけの国葬なんてね、もう本当、閣議決定で決めたんなら閣議決定で中止もできるんですよ。だけど、そのやる気はない。というか、自民党っていうのは自分たちの決めたことはね、民意がどうであろうと、それをわざと踏みつけるようなこと、沖縄の辺野古基地もそう、原発もそう、とにかくね、二言目ではやれ、自由だ、民主主義だ、法治国家だとか言ってるけど、やってることがこんだけ180度違うね、党とか首相だって、他の国ではまず見ないんですよ。で、今回、まあ、国葬の件ですけども、まあ、今、岸田首相、原発の、ね、新増設とかまた言い始めましたし、で今度、準備費の GDP2%、5兆円の予算、どっかバス乗っつったら、つなぎ国債でやると。で、ちょうど5兆円つなぎ国債で使えば、その後増税するんですよ、その穴埋めに。で、それやるためには、どこからまた増税するか、社会保障とかね、そういうのを切り捨てていくしかないわけですよね。今ですら、皆さん知らないと思いますけど、昔はね、税金とか社会保障費の負担額とか、国民一人当たり約年間 25% ぐらいだったんですよ。今はもうほとんど 50% 近く。年収300万の人だったら、社会保障と税金で約150万取られてるってことだったんですね。手取り、賃金増えてないのに、引かれるものだけ引かれてる。こんなね、政治はね、もう政治とは言わないでしょ。岸田さんね、手形実行とかなんか言ってますけど、何も国民のための政治なんかずっとしてないです。だから皆さんがね、本当この国葬反対っていうね、意思表示するだけでもね、全然違ってきます。皆さんが反対したのにやったっていうね、証拠したっていうのはね、絶対残りますから。今そこでビラ配ったり集団投票をしてますけど、まあ、今圧倒的に反対が多いですよね。まあ、当然だと思います。だから皆さんがね、本当これ以上ね、生きづらい世の中、まあ、本当に生きづらいんですよ。私も全然お金ないですよ。あ、持ってんだろ。今日本全国子ども食堂約6000って言われてるんですよね。で、子どもが貧困で6000いるってことは、その親たちがもっと倍、まあ夫婦であればですけど倍いるってことです。で、それに対して国っていうのは何もしない。本当に一部の人たちがね、NPO とかね、そういうところで子ども食堂とか運営したりして、でもそれでも今もうきついと。で、明日ちょっと私のね、練馬でもね、そういうフードバッグとかやるんですけど、申し込み者が多くて、もう配るものが足りないと。だから慌ててね、SNS で
職場のね、地域の募集を命令してますけど、今日本の状況ってそうなんです。全然先進国としてありえない状況が続いてるんですよ。ですから皆さんがね、もっとね、ダメなものはダメっていう意思表示、反対することはね、別に罪でも何でもないし、別に賛成する人はしたって構わない、それが自分の意思であれば。ただね、やっぱダメなものはダメっていう、今は逆に気がされるっていうね、変な社会になってきてるんですよ。だけど皆さんがそれをねなくしてしまうと、権力者は本当に思考がやるようになります。だから皆さんがね、もう本当に一人一人もう自分の生活レベルから考えていただいて構いません。そこからいろんなものが見えてきます。政治っていうのは全部つながってますから、政治と。もう自己責任じゃないんですよ。ですから皆さんぜひね、政治に関心を持っていただいて、まあ、3年先ね、選挙あるか、まあ、岸田さんが敗れかぶれで年内解散するか、まあ、分かんないですけど、ぜひね、選挙だけっていうのは、ね、絶対行ってください。これが最大の意思表示です。もう自民党、まあ、まあ、統一教会のことは当然言われますし、選挙のために絶対、まあ、私も聞きますよ。だからもう皆さんの、ね、意思表示っていう意味では選挙って一番大切ですので、ぜひね、皆さん政治に関心を持って選挙に行くようにお願いしたいと思います。まあ、今日は飛び込みだったのでこの辺で、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。突然スピーチをお願いしちゃいました。ありがとうございます。それではまた最後ですかね、最後歌で締めていきたいと思います。愛党戦で最後歌で締めていきたいと思います。この歌はですね、香港のデモ、天笠革命とか民主化要求するデモで、このデモの現場で歌われてきたわけです。マスクをしない、でも今ではですね、香港もうデモすることも禁止になりました。この歌を歌うことも禁止になりましたよ。でこれ本当に日本も対岸の火事ではないってことですよ。私たちに様々な権利、基本的人権とか表現の自由とか幸福追求権とかね、それ守られてるってのはなぜかというと、日本国憲法が憲法で様々な権利を保障されてるからなんですよ。そして権力者の暴走を縛る、止めるためのその憲法を変えようと言ってきたのが安倍元首相でしたよね。で、なんか安倍元首相の意思を受け継いでまた憲法を改正するなんて、そんなたばけたこと言ってますけれども、本当にね、大事ですよ。憲法はなくなったらもうね、なんだろう、なくなって初めて分かるじゃん、遅いんですよ。もう私たちの人権とか普段は全然意識してないですね。私たちお魚が水の中にいて水を全然意識しないみたいなものですよ。本当に亡くなったらその時はもうね、取り返しがつかないですよ。憲法を大事にしたいと思います。それが起きたのが香港ですよ。で、香港は対岸の火事ではない。自民党は相変わらず憲法を改正する、憲法9条に自衛隊書き込む、自衛隊書き込むだけじゃないんですよ、書き込んだらもう全面的に集団的自衛権改憲になりますよ。アメリカとともに日本は攻められてもいないのに自衛隊を海外に送って戦争させる、もう自衛隊の方々かわいそうですよ、そんなことしたら。そして緊急事態条項の、そうですね、これは戦前の戒厳令の復活ですよ。今度の内閣が国葬を決めたってあの手続きと一緒ですよ。国会の議決も通さずに内閣が勝手にさまざまなことを決める、予算も通してしまう、もうすでにもうね、緊急事態条項のなんか前振りだと思います、本当に。はい、もう今となって香港で歌うこともなくなったこの「快活天空」という歌、香港のビヨンドというバンドが歌いました。日本語バンジョーでも歌っていきたいと思います。お聴きください。絶え間なく聞こえてくる。
スも鳴らすだろう。終わりのない旅の途中で振り向けば君がいる。今は皆関西の話してるから PP が片指ありがとうございます。1時間大変お疲れ様でした。ちょうど雨も落ちてきたのでこれでおしまいにしたいと思います。今私もずっとシールアンケートやってたんですけども、見てください、この数圧倒的な。もう本当にハルスト全然誘導尋問とかしてないんですね。誘導尋問ハルストは本当にもう手を伸ばしてもう怒りながら張っていくんですね。反対よって言いながら、反対に決まってるじゃないって言いながらもこう怒りながら張っていくっていう方がとても多かったです。悩むとかじゃなくても当たり前じゃないみたいな状態で、これがやっぱり世論だと思うんですよね。本当に圧倒的な数での方が反対にシールを貼っていました。ということで今日はいつもの街頭宣伝とはちょっと変わりまして、シール投票をするという街頭宣伝でした。ですね、今日から連日の行動が始まります。あさっては新宿の東南口で夜6時から、若者が中心となって国葬反対街頭集会を行います。日曜日25日、6時から新宿の東南口にぜひお集まりになってください。どんな方でも、ただ若者を企画しているってだけなのでぜひどんな方でも集まれますので来てください。そして26日は、これ前夜になります。国葬当日平日なのでどうしてもお仕事で来れない方もいらっしゃると思います。その場合はぜひ前夜の26日新宿のここ西口に夜6時にお集まりください。よろしくお願いします。そして今日チラシも配っているように国葬の当日は私たち同時刻に国会正門前に集まろうと思います。同時刻昼の2時です。昼の2時に 国葬当日27日は国会正門前に集まってください。よろしくお願いします。署名、国葬反対の署名は33室でした。本当にお疲れ